廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな、フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、無茶しやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土やら使用済みの機材、防護服だ。放射性廃棄物の危険度としては低レベル、直ちに人体に影響する数値じゃないってやつだ。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れねえ。でも何だって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件としてもう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。するとその後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか。ああ、自分から志願したんだ。大道寺の人間にも断りを入れてな。あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。ほら、格がないんだな。じゃあ本当なんですね、余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いやでも全然そんな風には見えないっすよ。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが無理をする状況は選びたくてな。あ、だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか。ああ、俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。マジかよ、桐生さんがガンだなんて。ならあんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に診てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合もう転移が進んでて手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、そんな体で何もこんなこと。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話つけます。春日、それは違う。俺が今ここにいるのは俺自身が決めたことだ。
大道寺一派の命令で仕方なく、でもお前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。なんだよやるべきことって。大道寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。マジかよ。おい春日、大丈夫か。ああ。あの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。ガンなんてよ。シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ。キリュウさんは誰も止められねえ。え？キリュウさん、あん時のおやっさんと同じ命してた。また明日な、リジ。そうか。あん時もおやっさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。何言ってんだお前。いや俺もうまく説明できねえんだけどさ。だが桐生さんがああ言った以上、俺らにできることはただ一つ。速攻で仕事片付けて1秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ。なんだよお前だけ分かりやがって。ああ分かんねえ。死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。さて、じゃあ行くか。なんだ、まだ怒ってんのか、カズが。そうじゃありません。そりゃ、急でびっくりはしましたけど。いらん心配をさせたくなかったんだが、すまないな。かえって気を使わせちまったか。そりゃそうですよ。でも、キリュウさん、話してくれてありがとうございます。知らずにいて、もしこの先キリュウさんに何かあったら、俺は一生自分が許せなくなるとこだった。本当のこと言うと、俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きて。でもキリュウさんの頑固さも分かってるつもりです。だからもうちょい俺らを頼っちゃくれませんか。頼る。いきなり桐生さんを病人扱いするつもりはねえけど、せっかく俺らがいるんです。もっと俺たちに頼って甘えてくださいや。そうすりゃ桐生さんも変に無理しなくて済むし、俺らも嬉しいね。おう。そうか、わかった。ああ、そうすることにする。厄介かけるがよろしく頼む。富澤、春日。しゃあねえな。な。まあな。でも、喜んで。じゃあ、改めて行きましょうか。そうだな。約束の時間までまだある。何が待ってるかわからねえ。
しっかり準備していくとしよう。富澤、この辺で買い物するならどこがいい？そうだな、アナコンダショッピングセンターかな。第五地区から近いし、あそこなら何でも揃うんじゃねえかな。よっしゃ、じゃあまずはそこで買い出したい。時間ぴったりだ。ちった真面目に働く気になったのかい？うるせえ。本当にお前なら第五地区に入れるんだろうな。疑うんなら勝手にしろ。何にせよもう時間だ。悩んでる暇はねえぜ。行くぞ。何にせよ他に手がかりはないですね。さ、頼んだぜローマ。クソ、本当に大丈夫なんだろうな。ところでよ、あんたらはなんで第五地区に入りてえんだ？パスポートを盗まれたんだ。犯人はそれと交換で第五地区に入ったみたいだよ。なら無駄足だな。バラクーダに渡ったものを取り返そうなんざ命がいくつあっても足らねえよ。本命は犯人の方でね。とっ捕まえて聞きてえことがあるんだ。そうかい。What's the hold up? Get this thing open already. Who the fuck are they? Just some Japanese tourists with more money than sense. Said they want to see a different side of Hawaii. Come on. Not like you've got anything to hide in there, right? Open the gate. さあ、ハワイツアースペシャルコースの始まりだ。キップにややしねえだろうな。死にたくなければ俺の周りを離れないことだ。この辺りは土地の権利関係が複雑でな、そのせいで再開発が遅れたんだ。土地と建物が放置されりゃ自然とホームレスが集まるのは万国共通さ。ここもあっという間にホームレスキャンプよ。観光地が近いこともあって行政は何度も浄化作戦を試みた。だが世界中からやってくるホームレスとのいたちごっこは終わらねえ。おまけにバラクーダがここを仕切り出してご覧のありさまってわけだ。ハワイのど真ん中にこんなとこがあったなんてな。ホームレスの多くがよその国から片道チケットでハワイに来た連中だ。みんな自分のパスポートをバラクーダに差し出す代わりにここに安住の地を得たのさ。でもパスポートを失ったら本国に帰れねえだろう。帰る気なんてねえさ。第五地区の中には何だって揃ってんだ。店に、病院に、食堂。バラクーダはここに独自の法律とインフラを整備したんだ。行政から見てもホームレスが街に野放しになるよりバラクーダに管理されてた方が都合がいいのさ。だが第五地区内の店を利用するにも金はかかるんだ。ホームレスはどこからその金を得てるんだ？まあいろいろあんのさ。でパスポート盗んだ奴の手がかりはあんのかい？なあ、日本人の若い女性だ。千歳って名前で、ちょっと気の強そうな。く
よくその程度の手がかりでここに乗り込もうと思ったな。Hey, did you see a Japanese woman come through here? Goes by Chitose. Japanese? I actually might know something about that. What you got? A few days ago, some guys got into a scuffle over in West Block. Apparently, a woman showed up out of the blue. Not every day you see a little Asian cutie like her in a dump like District 5. Anyway, she was all by herself with nowhere to stay and didn't have a mind to bring a tent. As you can guess, a fight broke out real quick over who got dibs on that one. Who'd the gal end up staying with? Don't know. Wasn't there to see the mayhem. Best bet is to ask around West Block. よりによって西ブロックとはな。何なんだ、西ブロックって。第五地区の突き当たりにある区画だ。酒とギャンブル好きなホームレスが多くてよ。気性の荒い連中が集まってる。そんな奴らのテントに？大丈夫なのか？案外頭のいい女かもな。一番喧嘩の強い奴に取り入ればここでの暮らしも安泰だからよ。ま、何かしら対価を要求される可能性はあるけどな。あんたが警官だってのか信じらんねえぜ。西ブロックってやつ案内してくれ。なんだお前ら、日本人か。あんたがホセさんか。千歳って子を探してんだが知らねえか。俺の女に何の用だ。俺の女と来たか。二人の関係に立ち入る気はねえけどよ、彼女に聞きたいことがあんだ。会わせてくれねえか。ダメだ。俺の女を誰に会わせるかは俺が決める。まあそう言わず会わせちゃくれねえか。彼女にパスポートを取られたんだ、返してほしくてよ。なるほどな。おめえらあの女を取り返しに外から来たんだな。道理で見ねえ面だと思ったぜ。そうはいくかよ。あんな上玉手放してたまるかってんだ。取り返すってのはちょいと語弊があるんだけどな。今言った通り、俺はあの子に会って話を聞きてえだけなんだ。話はしまいだ。 Hey boys、 Get rid of these clowns。 おい、こっちには警察がいるんだぞ。おいローマン、こいつら止めろよ。ホームレスと外国観光客の喧嘩に公僕が動いてくれるとでも思ったか。俺が守るのは健全なアメリカ国民だ。俺は劣気としたアメリカ国民だっての。都合のいいこと言いやがって。お前らが勝手に招いたトラブルなのは事実だ。ま、頑張ってくれ。生き延びたらツアー再開だ。キリュウさん、体調どうすか。やっぱり言うべきじゃなかったかな。毎度こうやって気遣われることになりそうだ。そりゃそうでしょう。俺のことは心配無用だ。早いとこ片付けつですね。大丈夫だ、俺はいける、俺はいける。Tears them apart。なあホセさんよ。あんたが千歳ちゃんにマジで惚れたんならプロポーズの言葉はよくよく選べよ。
俺の女なんて間違っても金輪際言わねえ方がいい。俺みてえにしくじっちまうぞ。はい。それで千歳って子はどこだ。それが あの女逃げやがったんだ。逃げた。最初の晩だ、俺に酒を勧めてきてよ。俺もついつい上機嫌になって飲みすぎちまったんだ。どこかで聞いたことのある話だな。俺は薬盛られたんですよ。つかお前、最初の晩ってことは。そうだよ、あの女とはやってねえ。その前に消えちまったからな。それで俺の女なんて吹いて回ってたのか。情けねえな。それで、あの女はどこに行けばバラクーダの幹部に会えるのかって聞いてきたから、俺は裏への入り方を教えたんだ。お前、裏への入り方を来たばかりの女に教えたってのか。酔っ払ってたもんでつい。バカが。待てよ、裏って何なんだ。残念ながらツアーはここまでだ。追ってる女のことは諦めろ。ラッキーと言いたいとこだがよ、今さら引けるかよ。それになんだよ裏って。でけえ声出すな。なあ、もうここまでにしとけや。これ以上ここに足突っ込むと本当に死ぬぞ。そうはいくかよ。取られたもんはきっちり返してもらうし、聞かなきゃいけねえこともあるんだな。時間が惜しい。千歳が裏ってやつにいるんならさっさと案内してもらおうか。あいにくお前に選択肢はない。わかった。だが約束しろ、ここから先は今みたいな騒ぎを決して起こすな。俺の言う通りに動いて余計な口は一切叩くな。それは裏とやらの中身次第だ。さあ案内しろ。ついてこい。なあローマ、あんたらの言う裏ってのはヤバさで言うとどんくらいなんだ。そんなのは俺の機嫌の悪そうな顔を見て想像しろ。なんだよ、今さら釣れねえこと言うなって。ここでツアーを中止にしてくれりゃいくらでも愛想よくするぜ。そうしてやりてえが、俺らも遊びじゃないんだな。そうかよ、ならもう黙ってな。 We're going down. Party of four. The boss give you the okay?Don't give me that shit. You want me to take you out of here in cuffs? これが裏、異世界の入り口ってわけだ。下水道か。これのどこが異世界なんだよ。黙ってついてこい。Roman, what the hell do you want? Nothing. Just a bit of sightseeing. And who are they?Sightseers. What else? Okay, hold on. You even run this by the boss? Do me a solid, won't ya? I promise, we'll behave. Behavior only gets you so far.
こりゃ。アナコンダショッピングセンター、これが第五地区の裏ってことなのか。もともとここは真珠湾攻撃直後に作られた防空壕だったんだ。だが一度も使うことなく存在を忘れ去られた。それを偶然見つけたバラクーダが占拠してこの施設を作ったんだ。なんでアナコンダセンターそっくりの建物なんかを作ったんだ。それにこの客は何なんだ。なんでこんなとこで買い物を。あれを見ろ。ファッションショー。ハイブランドフル装備って感じだな。そうなのか。知らねえのか。あのコートなんかは数百万はするぜ。あれは何をしている。競りだ。モデルの身につけてる服が商品で、周りにいる奴らがバイヤーだ。へえ。でもなんでそんなことわざわざこんなとこで。あ、もしかして盗品をさばいてるのか。そんなせこい話じゃない。取り扱われてるブランド品は全部この地下空間で製造された偽物なんだよ。なんだって。それもただの偽物じゃない。生地や素材は本物と全く同じものを使用し、型紙つまりパターンに至っては本物の製造工場から流出したものをそのまま使ってる。マジかよ。本物と全く変わらないものを作って売りさばく世界最大のフェイクマーケット、それがここの正体だ。世界最大のフェイクマーケットか。あのバイヤーたちもそれを知ってるのか。もちろん。しかも連中は真っ当な表社会の会社員だ。お前たちもよく知ってるはずの百貨店のバイヤーさ。日本やアメリカ、世界各国から買い付けに来てる。ってことはここで買った偽物が百貨店に並ぶのか。ああ、バイヤーは本物と偽って百貨店に卸すのさ。本物との差額は全部バイヤーの懐に入るってわけだ。その額は一度の買い付けで数千万円にもなる。どんな一流バイヤーだってそれだけの誘惑には勝てねえだろう。片や客はそんな真相はつゆ知らず、何の疑問も抱かず偽物に大金を払う。いいんだよ、買った品物が本当に本物かどうかなんて。大抵の客にとって大事なのは有名な百貨店で高額ブランド商品を買ったっつう行為に酔ってるだけだ。しかしこのバイヤー連中は一体どこから入ってきたんだ。あんな身なりであの下水道を歩いてきたってのか。客には客の入り口があんだよ。詳しくは言えねえかな。ディスプレイにあるのも全部偽物なのか。ああ、この奥に24時間稼働の工場があったな。そこで作ってるんだ。なるほど。上のホームレスをそこで働かせてるってわけか。おめいと。賃金はわずかだが第五地区内で生きていく分には不便ねえさ。たまげたのは確かだがよ、肝心の千歳ちゃんはどこにいるんだい。ここには見当たらねえぞ。奥を探してみるか。
ここがコピー製品の工場か。もぬけの殻だな。24時間稼働じゃなかったのか。おかしいな。Roman! Hey, who you got there with you? Oh, just a side job. Really, nothing big. Anyway, what's going on? Why'd you shut everything down? Yeah, didn't want to stain the merchandise. Stain it? How? Exactly. Luna! You really thought you could bring in outsiders to the core of our operation, Pendejo? Ordinary tourists. Now start talking. Or would you rather spill your guts for real? 俺たち、千歳って子を探してるんだ。心当たりねえか？Kill him. くしかねえが。いや、このまま進もうぜ。は？千歳ちゃんがいるとすりゃこの奥で。そうだけどよ、マジで突破すんのか。この奥がどうなってんのかもわかんねえんだぞ。今引き返したら二度と第五地区には入れねえ。同感だ。くそ、わかったよ、やってやら。行くぞ。どこまで続いてんだい、ここは。わかんねえ。キリュウさん、大丈夫ですか？また来るぞ。あそこに隠れよう。Where'd they go? They're gone. They've gotta be in here. Find them.する？当てもねえまま進むのも、もう限界じゃないか？そうだな。随分とお困りのようで。お久しぶり、春日さん。ハワイは楽しんでる？千歳ちゃん？千歳って、じゃあこの女か？お前はめて身ぐるみ剥いだってのは。何よりも茜さんにつながる現状唯一の人物だ。まさか本人の方から姿を現すとはな。そちらのお二人は初めましてだけど、春日さんのお友達、千歳って言います。よろしくね。何がよろしくねだ、この野郎。あんた、どうしてここに？
地上部分ならともかく、なんでこの地下に。そこは事情があるんだけど、手っ取り早く言うとバラクーダに追われてるの。バラクーダに追われてる？何しでかしたんだよ。知っちゃいけないことを知っちゃったみたいで。偽造品のことか。何それ。アカネさんがバラクーダに狙われてるってことよ。バラクーダがアカネさんを。カスガ、覚えてるか。病も確か。ええ、アカネさんを探してた。どういうこった。ハワイの裏社会がこぞってアカネさんを探してる。千歳ちゃんよ、詳しく話聞かせてもらえるか。そうね、じゃあ一つずつ行きましょうか。私は茜さんの家に週4日通って料理や掃除をしてた。だけど10日くらい前、あ、そっか、もう12日前か、茜さんが突然いなくなったの。12日前。事前に何か聞かされなかったのか。ええ、その日いつも通り家に行ったらドアに鍵がかかってて、中には誰もいなかった。アカネさんが休養で出かけたのかと思ったんだけど、次の日もその次の日も彼女は帰ってこなかった。警察には届けたのか。いえ、実はね、ハワイ州は留学生のアルバイトが禁止されてるの。警察に届けたら不法就労がバレるかもって思って。じゃあ俺が茜さん家に行った時にはとっくに茜さんは姿を消してたのか。なのにあんたはあの家で何してたんだ。茜さんから最後のお給料をもらえてなくてね。それも1ヶ月分丸々。だからそれをもらいに入ったの。お金の保管場所も玄関マットの下にスペアキーがあるってことも茜さんから教わってたし、そこに偶然春日さん、あなたが来たってわけ。ならなんであの時正直に言ってくれなかったんだよ。こんな事情を説明して誰が信じるっていうのよ。まあ確かにな。警察に突き出されたら終わりよ。不法侵入に窃盗罪だから、何が何でもあなたを追い出す必要があったの。それで俺にしこたま酒を飲ませてビーチに転がしたのか。そういうこと。だからって何も身ぐるみ剥ぐことねえだろう。俺は逮捕されて無所に行きかけたんだぞ。それが狙いだもの。結果的にあなたは自分のことに精一杯で私どころじゃなくなったでしょ。えげつねえことするな。じゃあなんで第五地区に潜り込んだんだ。それは。なんだよ、黙るなよ。これから言うこと誰にも言わないって約束してくれる。約束しろだ。どこまで涼しいんだよ。分かった、約束する。おい春日、千歳ちゃんにはめられたこととこの子に守りたい秘密があるってことは別々で考えようぜ。今は事情を知ることが先決だ。だろ。なんだよ、お前にそう言われると部外者の俺は何も言えねえよ。部外者じゃねえよ。ありがとな富澤。ってことで約束は守る。話聞かせてくれるか。分かった。本当に誰にも漏らさないでよね。ああ、口の硬さだけおやすさんに褒められてたんだ。ん？まあいいよ。第五地区に逃げようとしたのはね、うちの実家が関係してるの。実家？日本のかい？富士宮って知ってる？いや知らねえな。おい、富士宮って言ったら旧財閥系の名家だ。
やっぱり知ってるよね。春日さんみたいな人ばかりだったらよかったんだけど。そりゃ気の毒に。で、私はその富士宮家の長女なの。今のところ跡取りの筆頭候補。つまりとびきりの箱入り娘ってわけか。簡単に言ってくれるね。でもまあそういうこと。名家なんて言えば聞こえはいいけど、実際のところは富士宮っていう看板を守るためならどんなことでもする、狂った人たちの集まりよ。看板を守るか、ヤクザと似てなくもねえな。春日さんの口から私のことが警察に伝わって、もし家にバイトのこととかがバレたら、そう思ったら私怖くて。第五地区がヤバい場所だってことは知ってた。でもここに潜り込めさえすれば身分を隠せて警察も手が出せないってことも聞いてたから。だから春日さんを酔いつぶした後すぐに第五地区に逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。なあ、俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのか。そういうこと。なるほどな。理由は分かったけどよ、危なっかしいことするな。必死だったの。こう見えて結構後悔してるのよ。それにしてもよ、お前がそんないいとこのお嬢さんならたかがバイト代1ヶ月分なんてもらえなくても放っておきゃよかったじゃねえか。実家からいくらでも仕送りなんてもらえるだろう。あのね、金持ちが金持ちになる理由って何だと思う？知らねえよ。ケチだからよ。あんたが春日をはめた経緯までは分かったなら、次はあんたがバラクーダに追われている現状について話を聞きたい。こんなところに私みたいなのが入ってくるっていうのは珍しかったらしくてね。第五地区に入ってすぐここのボスのところに連れて行かれたの。ボスってバラクーダのボスかよ。そうで、会ってみたらなんか気に入られちゃって。まんざらでもねえ面しやがって。それで私ボスのアジトに囲われることになったの。囲われるって？まあその後何が起こるかは想像つくでしょ。私も家に知られるよりはマシ、そう思って覚悟決めてたんだけど、拍子抜けでね、何も手を出されなくて。その気にまだならないだけかもしれないけど。反応しづれえよ。部屋をあてがわれたんだけど、そんなわけで退屈でさ、部屋から出るなって言われてたんだけど、こっそり抜け出して探索したのよ。そしたらボスの書斎にこれを見つけたの。これ茜さん？これには茜さんの基本的な情報が書かれてる。住所や電話番号、身長や顔の特徴。おい、この資料ヤマイも持ってたぞ。そういや、ヤマイも茜さんを探してたな。どういうこって、なんでマフィア連中がこぞって茜さんを狙ってんだ？わからない。だけどこの資料を見つけたのは書斎のゴミ箱の中よ。つまりこの資料は用済みになったってことでしょ。それってすでにバラクーダが茜さんを見つけたってことじゃない？それで私、もしかしたら茜さんが近くに捕らえられてるかもって思ったの。だからこっそりこの地下のいろんな場所を探ったの。けど途中で手下に見つかっちゃって、今や裏切り者として追われる身ってわけ。無茶しやがる。でも春日さんたちと合流できてよかった。あなたたちも追われてるんだし協力しない？出口までのルートは案内できる。春日さんたちはボディーガード担当ってことでどう？勝手に話進めんじゃねえ。春日、お前がどうしようが俺は行くぜ。バラクーダのボスにこれまでのけじめつけに来たんだからな。
ローマンがくたばった以上なおさらだ。キリュウさん、お前が決めろ。俺はそれに付き合うぜ。よし、千歳ちゃん案内頼めるか。けど出口じゃねえ、バラクーダのボスの部屋への案内だ。あ、話聞いてた？何、この人の事情に合わせるってこと？ちげえよ、あくまで俺が俺のために言ってることだ。茜さんは俺のお袋かもしれねえんだ、だから放っておけねえ。それだけだ。戻るのが怖えなら道順だけでも教えてくれねえか。本気で言ってんの？ああ、私だって茜さんを心配してる。茜さんが雇ってくれなかったらとっくに私ホームレスになってた。じゃあ、とはいえ死んだら元も子もないから。ヤバくなったら退却するわよ。いい？ OK だ、よろしく頼むぜちーちゃん。何それ。千歳だからちーちゃんだよ。春日さんってモテないでしょ。なんでわかるんだよ。まあいいわ、よろしくね一番。じゃついてきて。春日、そんな面すんなって。言ったろ、俺は俺の都合で進むんだ。力貸してくれ。ああ、ありがとうよ。ここは例のショッピングセンター？バラクーダのアジトに案内してくれるんじゃなかったのかよ。だから案内してるじゃない。目の前のランウェイ、あの奥にアジトにつながるエレベーターがあるの。そんなところに？今なら連中もいなさそうだ。一気に突っ切ろう。A warm welcome to our impromptu guests. Now let's get this show on the road. First up, we got an all-access look at our newest collection. And it's not just hot, it's to die for. どこに続いてんだこれ。ついてからのお楽しみよ。なんだここは。クリスタルアロハだ。クリスタルアロハ？クリスタルアロハリゾートホテル、ハワイ一の高級ホテルだよここ。え？驚いたでしょ。創業100年を誇る老舗ホテルよ。客室は500以上、最上階からはビーチとダイヤモンドヘッドが一望できる。いわばハワイの顔ってところね。まさかあの地区がこんなところに繋がってたなんてよ。私も最初は信じられなかったわ。あなたたちも見たでしょ、地下で競売に参加してる身なりのいい連中。連中はこっちのルートを使ってるってわけ。ああ、そういうことだったのか。バラクーダのボスはこん中に住んでんのか。そう、最上階をフロアごと貸し切ってアジトにしてるの。そこにはバラクーダの幹部やえりすぐりの用心棒も控えてるわ。茜さんが捕らえられているとすれば最上階で間違いないと思う。ただしこのエレベーターで上がれるのはここまで。この先は別のエレベーターに乗り換えるのか。ええ、ここを出た先に一般客用のエレベーターがあるわ。それで上がりましょう。ついてきて。
Hessian! Hey! It's them! The guys who are stirring up shit underground! Maji? もう見つかった? Hey yo! Hey yo! Man, fuck that! Don't let any of these assholes leave! 突っ切るぞ! 正面突破だ! この奥に一般客用のエレベーターがあるの。15階まではそれで登りましょう。オーケー、頼りにしてるぜ、ちーちゃん。ねえ、少しは疑ったりしないわけ？何をだ？私の言ってることによ。実は私がボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているとか考えないわけ？バラクーダのボスに囲われてるって話はしたでしょ。実際私は一度一番を騙して身ぐるみ剥いでるわけだし、そのエレベーターの中にマシンガンを持った連中が待ち構えてるかもしれないわよ。まあそん時はそん時だ、なんとかするって。はあ、いいんだよ、ちーちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果に文句は言わねえよ。どうした、ちーちゃん。ごめん、道間違えた。え、ここら辺似たような構造だから勘違いしちゃった。本当はこっち、早く。おう、おい、今度は行き止まりじゃねえか。まさか迷ったのか？そう思うでしょ。でもそうじゃないのよね。うわ、隠し通路か。地下のレーザーといい、こいつといい、バラクーダって連中は随分用心深いんだな。それくらいじゃないとハワイの裏社会で生きてはいけないわ。さあ行きましょう。この扉の先がスイートルーム。いよいよボスとご対面ね。連中の親玉だ。どうせろくなやつじゃねえ。今のうちにしっかり準備しておこうぜ。どうだ、実に美しい景色だろう。だが100年前までこの辺りは見渡す限りのタロイモ畑だった。当時のハワイは農業くらいしか産業のない島でな。それを白人の資本家が作り変えた。畑を潰しカリフォルニアから運んだ白い砂を敷き詰め、そして著名な建築家を使っていくつものホテルを打ち立てた。今目の前に広がるこの光景は偽りの作り物というわけだ。何が言いてんだ。偽物は時として本物以上の価値を持つということだよ、春日一番さ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。俺の名前をご存知とは光栄だ。日本人にはひときわリスペクトを抱いていてな。100年ほど前、私の祖国には多くの日本人が移民にやってきた。彼らのおかげで農地が耕され国が栄えたんだ。なるほどな。しかしここまでたどり着くとは驚きだ。と言ってもお前に驚いてるわけじゃない。私が驚いてるのはそこの女にだ。私を裏切るとは大した度胸だ。ごめんね一番、私
ボスの書斎を漁ってたら手下に見つかって逃げたって言ったでしょ。あれ嘘。本当はその場で捕まっちゃったの。だがそこへ春日、お前ら侵入者の知らせだ。私は千歳に選択肢を与えた。ここで私に殺されるか、私のために一仕事するか。仕事？さっき言ったでしょ、ボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているって。あれ本当だったの？だがどこで気が変わったのか。そいつは本来誘導するルートを途中で変えた。結果まんまとお前たちはここへたどり着いてしまったというわけだ。そうか、あのエレベーターの時か。あ、道間違えたって言ってたあれか。一応聞いておこうか、千歳。なぜ私を裏切った？春日さんたちにつく方が私にとって都合がいいって思っただけよ。だってこの人すごいバカだからな。こんな考えに裏表がない人初めて見た。あんたの命令聞いたところでこのまま生かされるかなんて分かったもんじゃないけど、春日さんの言うことは信用できる。だって人の裏書くなんて頭持ってないもの。言ってくれるぜ。なるほどな。私を裏切るとどういう報いを受けるのかは分かってるのか。さあね。やれやれ、富士宮家からこんなおてんばが生まれるとは。親御さんもさぞ気苦労が絶えないことだろうよ。あんたなんでそれを。知らないとでも思ったか。我々バラクーダの商売相手は世界中に及ぶ。日本の名家なんて当然の知識だ。それに最初に見た時からお前の所作が上流階級のそれだということは分かっていた。だからいずれ利用できると踏んで囲っておいたのだ。春日たちを死に追いやるよう命じたのも自分のせいで彼らを死なせたという責を負ってくれればよりコントロールしやすくなるという思惑からだったが、それはまあいいだろう。心配するな、お前は殺さん。実家を絞れるだけ絞り取るための材料に使わせてもらう。このゲス野郎。さっきは褒めてくれてありがとうよ、じいちゃん。相変わらずね、一番。怒ってないの？言っただろ、じいちゃんを信じるって決めたのは俺なんだ。ほんとバカよね、あんた。おしゃべりはそこまでだ。いや、俺の要件がまだ終わっちゃいねえ。ドワイトさんよ、2012年10月7日に起きた強盗事件を覚えてるか。被害者は名打ての不動産会社社長コニー田中。取引先に向かう途中のハイヤーが襲われ現金でいっぱいのカバンが奪われた事件だ。その事件がどうかしたかね。大した証拠もないまま犯人に仕立て上げられたのが俺だ。ああ、お前がそうだったのか。その説はどうもありがとう。認めるんだな、ローマンを使っててめえんとこの罪を俺にかぶせたって。さあどうだろうな。ドワイトさんよ、俺からも聞きてえことがある。あんた、アカネって女の人を探してただろ。もしかしたらあんたはもうアカネさんを見つけてるんじゃねえのか。お前らに残された道は一つだけだ。速やかにこのフロアから出ること。生ゴミになった状態でな。これは私の故郷でマチェテと呼ばれているナイフだ。
国の男たちはこれ一本で何だってやってのける。ジャングルを切り開き、動物を仕留める。ハワイじゃ開きを作るのにもってこいだ。上等だ。 Today I'm going to give you boys a live demonstration. Time to bleed!さんはここにいるのか。確かに我々は彼女を探している。だが発見には至っていない。疑うのならこのフロア中を好きに探すがいい。なぜお前らバラクーダが彼女を探してるんだ。それは知らんのだ。知らねえで探してんのかよ。正確に言えば彼女を探すよう依頼があった。我々はそれを受けただけということだ。依頼？誰からの依頼だ？それも不明だ。だが依頼主は私のアドレスに直接依頼を投げてきた。そんな情報そうそう漏れるものではないし、頭金と称して100万ドルの入金があった。仕事が成功したら900万ドル追加で支払うとの条件でな。女一人捕まえるだけで1000万ドルだ。怪しいか。乗らない理由はない。クソ、なんかねえのか。アカネさんなりその依頼主につながるような情報はよ。あればとっくに我々が利用している。皮肉なもんでその言葉は信用できるぜ。アカネさんの方の話は片がついたってことでいいか、カスガ。ああ。じゃあ次は俺の用事だ。おっ。イエスかノーかで答えろよ。俺が濡れ衣着せられた事件、その犯行も、身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。答えろ。そうだイエスだ。そうか、てめえが、てめえが俺らの人生をめちゃくちゃに仕上がったのか。許してくれ。ローマは死んだが、今からでも私の力を使って罪を取り消そう。金も払う。100万、1000万ドルだ。どうだ、これまでの人生を取り返すには十分な額だろう。ふざけんな。金で俺の子供が帰ってくるのか。どこまで人をコケに仕上がる。おいてめえ、千歳の素性をつかんでたな。あいつに関わる情報を全部捨てろ。そんで全部忘れろ。
それを誓うなら見逃してやる。どうだ、誓うか。違う、情報は全て捨てるし後悔もしない、誓う。そうかい、まあ万が一誓いを破ってみろ。いつでもこいつをぶっ刺しに行ってやる。それにこのいい写真もばらまいてやるよ。楽しみにしとけ。さあここでやれることは済んだみてえだ。帰ろうぜ。いいのか富澤。本当はぶっ殺してやりてえけどよ、こいつらと同じになりたがね。それにこいつやってもバラクーダが潰れるわけじゃねえだろ。千歳の情報がどこから漏れるか分かったもんじゃねえ。だったらこいつ生かしてきっちり管理させた方がいい。なんでそんなことあんたが。おめえにも命救われちまったからだよ。よくわかんねえけど、ドワイトに逆らって俺らをここに連れてきてくれたんだろ。本当は死ぬはずだった俺らを、その恩を返しただけだ。一番といいお前といい、これ以上借りを作るのはまっぴらごめんなんだ俺ら。男前じゃねえかトミー。気づくの遅えよバカ野郎。最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。